芸備線の芝口駅で初代猫駅長として多くの人に愛された龍馬。およそ2万人が猫の駅長に会いに訪れ、カレンダーを作れば即完売するほどの人気ぶりでした。まもなく5年、2代目の駅長がこちらで今研修中ということなんですが、あ、いました、いました。あれ、2匹います。龍馬の記念館に4日前に迎えられたのが2代目の猫駅長と、初の駅員となる兄弟猫の2匹です。この兄弟は生後10ヶ月の地域猫で、そのそっくりさは館長の中原さんも見間違うほど。右側はこちらは駅長です。あ、待てよ、よう見ないけんのこれ。あ、そうだね、間違いない。うっかりしたらね、こっちも間違えそうなんです。記念館の中に専用のスペースを作り、駅長、駅員としてのデビューに向け研修が始まっています。ずっと探しました。丸4年、ほんま100匹ぐらい。なかなか見つからなかったというのが、やはりね、やっぱり龍馬のことが頭に残ってるからね、やはりそこへ標準を合わそうというあれがあったからですね。およそ100匹の猫の中から2代目の駅長として見事選ばれた理由は、よくその人に慣れとると、やっぱりほとんどの猫がね、もう逃げるんですよ。この猫はね、もうすぐ来たから。初代駅長龍馬によく似た見た目もポイントだったそうです。駅長としての研修は、まず帽子に慣れること。これね、帽子をかずくね、やっぱり龍馬もちょっと時間かかったっけね。今日は初めて芝口駅に行ってみました。慣れない環境に少し戸惑い気味ですが、駅長としての自覚はすでにあるようです。僕はこの駅長になるようやなね。おー、分かった分かった館長をはじめ地元の人たちは、新たな2匹の活躍に大きな期待を寄せています。仲が良さそうでね、安心しました。あそこに2代目ができて、猫じゃねーって言ったりしてね、話が広まって、まあ芸備線を利用してね、しっかり来てもらいたい。私は期待してるんですけどね、この猫に。もうよし、分かった分かった。ホーム広島ニュースチャンネルをご視聴いただきありがとうございます。この機会にチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。